テニス教室の久保田です。今回業務連絡いきます。今日が2020年、3月28日です。土曜日、昨日の夜レッスン予定されている方から連絡がありまして、稲月屋内球技場の方が使用中止となったそうです。期間がですね、今日の3月28日から4月の30日まで、もう一つ筑豊方面で、薄い屋内ゲートボール場、薄い屋内ゲートボール場もあるというふうに、言ってたと思うんですけども、そこも使用中止になりました。でそこはですね、4月の12日までだそうです。ただじゃあ13日からできるのかって聞いたら未定というふうに言われてましたね。ちょっと難しいのかなって気がしますけどね。12日まで、13日から OK とは多分ならないような気がするんですけど、まあ、そんな感じです。で、あともう一つ、筑豊緑地、筑豊緑地も、使用中止が延長になってます。なので、まあ、筑豊方面というのは、飯塚方面と同じですからね。あっちの方は今のところ全滅というか、全部今のところできなくなりましたね。で、じゃあレッスンどこでできるのかというと、やっぱり今のところできるのは市のコートです。福岡市のコートは使えるんで、コートが空いてれば、レッスン可能です。ただ今現在ですね、最近ちょっとやっぱコート混んでて、周りのコートが全部使えなくなってるということと、あとやっぱり学校が休みということもあって、ちょっと当日予約はまあ無理かなという感じですね。で、福岡市の登録をされてて、そのネット予約でね、コート確保されてる方も気をつけてくださいね。突然市の方からね、使用中止ですよということがあるかもしれないんでね、だからこまめに連絡するようにしてください。遠方の方は、福岡に来る前に必ずまず連絡してくださいね。市 の、 各施設に、連絡を取って、使用中止になってないかというのを確認するようにしてください。で、この状況なんで、やっぱり遠方の方はですね、できれば筑後の森を使っていただきたいと思ってるんですよね。筑後の森というのは、筑豊方面ではないですからね。筑豊方面があって、福岡があって、その下なんですよね。下というか南の方なんですよね。どっちかというと久留米寄りの方で、そこはですね、民間の、コートなんで、まあ、おそらくその使用中止ということはないとは思うんですよね。よっぽどのことがない限り、そこで使用中止になるということはないと思うし、電話予約ができる。あと、全部インドアなんで、屋内なんで、とりあえずコート確保できればなんとかなるということなんでね、そっちをちょっと、考えていただければと思いますね。ただやっぱりその博多駅、また、空港からレンタカーできれば結構一番早いのかな。高速通って、高速降りてすぐのとこなんで、レンタカーが一番いいんですけども、それ以外の、交通の手段としては、バスが博多駅からバスが出てるようです。高速バスが出てて、ちょっと、20分ぐらい歩くのかな、20分ぐらい歩くようなことをナビが言ってました。ナビが私は実際行ってないですからね。ナビでそういう表示をされてました。結構近くまで高速バスが出てるには出てるんですけどね、やっぱ20分ぐらい歩く必要があるようです。でもう一つの方法としては、久留米まで電車、または新幹線で来ていただいて、でそこから西鉄バスで、結構近いところまで、来れるようです。先日、来ていただいた広島の A さんは、新幹線で来て、でそこからバスで、最寄りの駅まで、バス停まで、来ていただいたということだったんで、その方法もあるんでね、まあ、そっちの方が時間、まあ、高速が混んだりっていうのも考えると、電車で近くまで来て、新幹線で来ていただいて、でそれからバスっていう方が確実かなという気がします。そんな感じでちょっと、レッスンできるところもね、かなりこう狭くなってきて、今後どうなるのかなという気がしますね。これでね、福岡市のコートが使用中止っていうふうになっ
ったらね、でもなんかなりそうな気もしなくもないんですよね。なので、ちょっと心配しているところであります。今回は以上です。